夏休み最後の週末、日本のテレビの風物詩、某局の大型チャリティー特番。そんな国民的番組に対抗すべく、めちゃイケは8年にわたりこの男に全てを託してきた。並外れた肉体と超能力を武器に長い間お茶の間を沸かせてきたエスパー伊藤。しかしここ数年、その輝かしい歴史に陰りが。年齢による体力の衰え、超能力ネタの枯渇、視聴者に飽きられてしまった。エスパーよ、お前はもう限界なのか。今夜めちゃイケはそのパーフェクトイヤーに送る生放送は、大きくも小さくもないけど多分前代未聞の奇跡が起きる。東京都練馬区、ごく普通の家族のごく普通の夕食風景。ただ一つ違うのは、一家の父は訳あって1年ほど謹慎していた爆裂お父さんだったのです。奇跡的に逃げなかったよ。逃げなかったよ。奇跡が揃ったよ、揃った。じゃあ呼びましょうか。お父さん、すき焼きの準備できましたよ。さあ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 、すき焼きの準備できましたよ。すき焼きダンスは？すき焼きダンス？すき焼き、すき焼きってやつ。何お前らそんなくだらないこと言ってんだよ。18年やってきましたよ。くだらないだろ、そんなすき焼きダンスなんて。18年もやってた。僕はいつもこうですよ。そう、全然違うね。そうですよ。できたから、食べましょう。ビビってんじゃん。わかった、そうや。ビビってんじゃん。あれあれや、まゆゆにあのあれして BPO が怒ってきてビビってるんだよ。ビビってる。ちょっと、おっと、強かったからでしょ。ビビってないです。だからでしょ。ビビってないです。いやだって、俺殺されるぞって言ったもん。俺殺されるぞ、やべえぞ、俺も殺されるぞ。たまたまお腹にジャンプを入れてただけ。さすが予告来たぞって。ビビってないでしょ。まあ正直、あら、ビビっちゃダメだよ。早くない？早くない？早くない？お邪魔します。ちょっとごめんね、加藤家の皆さん。誰おいで、あとめちゃイケメンバーもおいで。めちゃイケメンバーも、ちょっとごめんね。違う、お父さん、ちょっとくれて、ちょっとくれて。違うよ、本当に違うでしょ。早くしよう。ちょっと訳やってね。生放送やから。世界観が壊れちゃうでしょ。壊れちゃったね。壊れちゃうじゃないの。テンポアップに行かなかったんで。とりあえずあのモーニング娘。ワンフォーの皆さんで。座って。さすがにタマは帰った。座ってね。大丈夫よ、もう逃がして大丈夫よ。今日はちょっとね。どうしました？早くやらないと入りきらない企画なんですよ。なんだ、なんか急に仕切り出してるね。ごめんなさい。お父さん、ごめんなさい。なんだ。いや、ほら、毎年ほら、この時期は、ね、24時間対抗テレビって言って、エスパー伊藤さんに来てもらってるでしょ。そうですね。で、今年もと思ってたんですけども、ちょっとね、スケジュールがないらしいんですよ。あれ、そんなよろしくないでしょ。営業でした。俺、営業とかすごいみたいですよ。営業はね、結婚式もすごいらしい。この時間から営業ありますか。だから爆裂になったんでしょ。今回営業じゃないんですけど、というのも、あの方、あの今年はね、大型チャリティー番組からオファーがあったんですよ。あっちのすごいやつ。裏ですよね。そうなりますよね。本物の黄色い方ですよね。ねえ、岡村さん。今回すごいですよね。今現時点で、
エスパー伊藤さんどうなってるか見てみたいってないですね。いや見るって裏番組見るってこと？裏だから見れないでしょ。今まさにこの時間のエスパー伊藤さん気にならないですか？ちょっと今この時間のエスパーさんの様子ちょっとご覧ください。痛かった。さあさあさあ、今現在のエスパーさん、それでは参りましょう。はい、スイッチしといて、じゃあ集中解放でいきますよ。用意スタートでやる。まあまあ、ここは置いといてください。さあ今現在のエスパー伊藤さんでございます。どうなってんの？どうなってんのさ、これ目がちょっと、スタッフの T シャツが違うね。そうですね、ちょっと違うんですけれども、非常に似てますけどね。はい、まあちょっとですね、これどういうことなんだと、我々含めお客さんも、え、何なのみたいな、視聴者もね、ちょっとなってると思いますけども、ちょっとこれどういうことなのかというのを VTR をご覧ください。どうぞ VTR。 8月初旬、間もなくやってくる毎年恒例のあの企画を前に、岡村は悩んでいた。ちょっとね、軽いですよね。軽いなんかもう慣れてしまったんでしょうね。あの昔初期の頃なんてほんまにすごい緊張感さっきだってましたからね。一生懸命本当に成功させようとしてて、もう今や失敗してもいいんでしょうみたいな、失敗した方が面白いんでしょうみたいな、そういう部分がちょっとあって、だからもうちょっとこの昔みたいにこう本気で成功させる、本気のエスパーさんってみたいなと思いますけどね。もう一度エスパーの本気を引き出すため、岡村はある作戦を実行することに。この日大事な仕事の話があるとマネージャーに呼び出されたエスパー。2週間くらい前にかな、俺24時間テレビから連絡あった話したっけ？してない。なんとエスパーにあのめちゃイケの裏側からオファーが届いたらしい。裏エスパー。いやだけどどうしようと思って、ただ多分もうめちゃイケないでしょ。でももうこの時期今まだわかんねえ。いやめちゃイケないです。ない。連絡取ってる？この時期に連絡がないということは、今年はめちゃイケからは呼ばれない。つまり裏番組に出れる。生放送で今回走るの誰か知ってます？宮根さんじゃないの？違う、宮根さんじゃないの？違う、宮根さん、宮根さんが走るところで、生中継にサプライズゲストとして登場し、超能力を披露してほしいという内容だが、だけど、いや、だから国民的な番組で、そこで本当に超能力あるとすごいんだけど、責任を負えない。だからあまりにでかい仕事を前に若干腰が引けているエスパーに、ただ今一応俺今日会うからっつって返事待ちで、今一応ね、伊藤さんか小梅大夫さん、もしもこの仕事エスパーが断った場合、代役は後輩芸人の小梅大夫だと聞いて、エスパーは小梅大夫に持っていかれたくないんだ。だからこの仕事は後輩に差をつけるチャンス、最大チャンスだから僕は取らないでしょ。一末の不安を口にしながらも、まさかの大仕事に気合が入るエスパー。翌週、汐留のホテルで番組スタッフとの初顔合わせが。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お願いします。偽ディレクターと偽アシスタントプロデューサーがお出迎え。お願いします。緊張するエスパーに早速企画の説明を。今回エスパーさんをはじめとする皆さん、奇跡応援団という方が何名かいらっしゃるんですね。エスパーさんだけじゃなくて、でマラソンを走って休憩所に入るたびにですね、ちょっと全国各地から中継を結んでですね、そこで奇跡を起こして城島さんを励ました、そういう企画なんです。エスパーのために用意した嘘中継、それは不眠不休でマラソンを走る城島くんが休憩ポイントに入るためにサプライズゲストが登場、中継先で奇跡に挑戦し疲れている城島くんを励ます。こうして再びマラソンスタート。しかしここでエスパーに課せられた大事な役目とは。
ここが、一番重要なとこなんですけども、その奇跡を成功するまで一向に城島さん走り出せない。そうなんです。だからですね、そこをなんとかエスパーさんに頑張って成功させていただきたい。大丈夫そうですか。いや、内容によりますね。内容によりますよね。それは気になるその内容はペットボトル高速分別。1分間で城島くんの年齢と同じ43本のペットボトルをキャップとラベル、そして本体の3つに分別して捨てるというとても難しいチャレンジ。5秒前4早速実際にやってみると、1スタート。1分平均 1.5 秒で分別しないと間に合わない計算だが、5秒前4321。何本いきました？全然いかないです。8本、これ8本、最初に作戦させないとダメですよ。というわけでもう一度挑戦。まだまだまだ諦めない、最後まで諦めない、諦めないよ。急ぎつつ分別する。あまりに焦りすぎてラベルを剥がし忘れるエスパー。本気で諦めない、諦めない、最後まで、いけ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 、本気で最後まで、最後まで諦めない、諦めない、最後まで諦めない、いける、ラベル散らかすだけ散らかして、ほとんど分別できていないんだけど。困ったな。米太夫でいきますか。スタンバイしてますか。小梅太夫にだけは仕事を取られたくない。次やれば必ず今よりかすごい。次までには必ず練習してくると偽ディレクターに猛アピール、うん、できるだけ持って帰ってもらった練習すぐ多分1日とかでなくなっちゃう。自主練用のペットボトルを大量に渡されて、エスパーさん、じゃあぜひ成功を。頑張ります。お願いします。こうしてエスパーの過酷なチャレンジは幕を開けた。よーい、スタート。果たして自主練の成果は。温度早く早く早く。偽ディレクターも思わず熱くなる。限界を超えてからが勝負だよ。吉島さんはもっとしんどいよ。頑張る城島君のためには絶対に成功させたいが。17。チクシワって言ったらあれだろ、小梅太夫に違う。笑い事じゃない、笑い事じゃない。しかし、おふざけはいらないのだ。練習を重ねるにつれ徐々に分別できる本数は増えていくが、全部で43本にはまだ程遠く。焦らない、焦らないけど急いで、焦らず急ぐ。このままでは本番でも失敗してしまう。エスパーはこの仕事を受けたことを後悔し始めていた。とはいえエスパーにやっぱりやめますなんて言われたら元も子もないので。では成功しますように。成功を願って。ありがとうございます。練習終わりでエスパーとスタッフの決起集会を開催。すると隣の女性 AD が、なんか実はこう昔からエスパーさんのことファンってなかなか言えなかったんですけど、なんか小さい頃から家族で一緒にこうめちゃイケとか見てて、メガネをかけて目立たなくしていたが、よく見るととても可愛い AD さんはエスパーの練習を付きっきりでサポートしてくれていた。でも今回あのペットボトルの仕分けとかやってるの見て、なんかすっごい一生懸命にやってて、なんか見直したというか。なんでそんなエスパーさん持ち上げるの。ダメですか。ダメじゃないけど。ダメじゃないけど。するとエスパーの様子に変化が。何言ってんの。決まりました。この中では何があるんじゃないかと。このアホ親父が思ってますよ。思ってます。嘘でも怒ってたら嬉しいな。これでやる気を取り戻してくれたなら嬉しいが、せっかくなのでこんな質問も。
じゃあ日テレさんとフジテレビさんどっちが好きですか？もうどっちか。あ、日テレさんそれは。基本的に強いものに巻かれるタイプのエスパー。私はできると信じてるんで頑張ってください、うん、頑張ります、はい、そしてついに練習10日目いけるか。かわいいエディさんの応援のおかげか格段にスピードが上がった。ペットボトルを分別していくエスパー。しかし後半に入りスピードが落ちてきたその時、思わずタイムアウトのディレクター。全てはエスパーに成功の喜びを味わってほしいから。物合いを見て再びタイマーをスタートさせて、はい、3、2、1。はい、なので、嘘生中継まであとね、はい、14分、本当にエスパーさんは裏の番組に出てると思ってますけど、全部めちゃイケです。めちゃイケで、めちゃイケでだから日テレ好きって言ってしまった。本当やったよね。なので嘘中継が本当に始まるわけね、生で。はい、めちゃイケの中継なんですけど、本人は向こうの中継やと思って、チャリティ番組、チャリティ番組の方やと思ってやりますから。マジマジです。あ、じゃあマジだ。今でも騙されてんのね。そういうことです。いいですか、ちょっと1点だけいいですか。はい、あのこれ爆裂は何だったんですか。そうだ、この爆裂ね。お父さんやる気満々やもんね。1年ぶりだからやる気満々だったんだけど。めっちゃ覚えてましたよ。いや、これ生放送なんで、エスパーさんですから、この万が一のこと、テレビでこの放送できない言動をもし起こしたら大変じゃないですか。そういう時はスタジオを引き取って、エスパー魂はもう中止にして、即爆裂お父さんを始めていただきます。万が一分かりやすく言ったら、爆裂はアメプロっていうことでよろしいですか。さあ、あ、今日のね、めちゃイケは生放送なんですけど、はい、もう一度ちょっと確認しておきましょう、はい、今エスパーさんは裏番組に出てると思っています、はい、だからそれは全て嘘で、めちゃイケのエスパー魂、はい、という企画に今日は乗っております。全く読み切れてですね。生魂です。生魂です。生魂です。だからエスパーさんは本家の大型チャリティー番組の生中継の超能力に挑戦するため、今から打ち合わせと、はい、いうことですね、はい、大好きな日テレじゃなくてフジテレビで放送されている。残念残念でございます。ちょっと後でね、後で怒られたらいいんですよね。フジテレビ関係者に怒られたらいいです。さあ打ち合わせの様子見てみましょう、はい、じゃあ最終リハ行きましょう。行きましょう、はい、最終リハーサル、最終リハーサル。エスパーさんはあと10分で生中継すると思ってるの。緊張感すでにあります。顔見てください、顔。男前。これあの子も違いますよ、もう。やっぱ日テレの時は男前。違うね。さあ見てください。みんな気づかない。最近こんな顔しなかったですよ。はい、オッケーです。日テレ見せる顔なんですね。日テレ見せる顔ですよ。集中してるよ。よし、集中解放して。うわ、すごい。行きましょう。マジよーい、スタート。いいよ、いいよ。わかれ。頑張ってください。頑張ってください。見てみよう。急いでいいですよ。頑張ってください。行こうと気に入って。行こう。
そうか。いや、関口さん、失敗しました。最終のリハーサルです。やばい、最終のリハーサル失敗しました。失敗しました。これ赤いな。やっぱりどうすんの？ちょっと、やっぱりカメラ前にしたので緊張しちゃいました。橋本さん。はいはい。最悪ですよ。最悪の最悪、うん、これコウメ太夫っていう。全然できてる。まだいけんの？コウメ太夫。箱前でコウメ太夫にいけんの？コウメ太夫が準備でできて成功してるんですもんね。してます。最悪コウメ太夫っていう選択肢あるんですか？太夫さんで行こう。あじゃあちょっと打ち合わせでやっていきます。大さんやってくるわ。成功すんねん、あの人。ちょっと空気悪なりましたよ。まだエスパーさん言葉発してないですね。かなり本番落ちてることですよね。ただここ最近メジャーリーグで見せなかった本気の顔にはなってますよね。これはもうちょっと緊張しました。いい顔してますよ。ここ最近全然見せなかったの。一応コウメ太夫さんも準備してます。ちょっと男前に。だから、集中すると顔歪むんですね。反対だ。見なかった。エスパーさんにかけてる。この顔ですよ。エスパーさんいけますよ。エスパーさんできる。できる。いつものやろう。できる。できる。エスパーはできる。できる。よし。エスパーできる。エスパーできる。できる。気合を入れ直しましたね。じゃあちょっと一回、ね、スタッフさんも確認しよう。ギシさんも確認しよう。ちょっとチェックします。かなり歪んでますから。一回第二控室。何やのか。もうあの6分後ぐらいにはもう嘘生中継入ってきますから。そうですよ。エスパさん、マネージャーさん、エスパさん、できる？できる。ちょっと僕ら二人でやろうか。できる。できる。エスパさん、できる。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 よし。あの煽ってるディレクターはめちゃイケのディレクターですからね。めちゃイケのディレクター。顔バレしてない。知らない。そうです。顔バレしてないめちゃイケのディレクターさん。ちょっとフォローして。はい、わかりました。完全にチャリティ番組だと思ってますからね。待っててくださいね。はい。好きな AD さん。どうでした？ちょっとやりにくいですか？いや。できそうですか次は？言葉ウキこれでいいですか？こんな感じで。そこで感じじゃない。はい。ちょっとここ真正面だけこのさあ生中継までね。はい。もうね。6分切りました。どうなるんでしょうか。さあこれ最終リハーサルで失敗しましたけども、あのなんとエスパーさん、この後の嘘生中継で成功します。いやこれできてないですよ。っていうかリハのあの状態だったら絶対無理ですよ。絶対無理でしたけども、これなんと本番で成功するようになってます。なってるってどういうこと？なってる。成功するようになっております。でも嘘がリハが多い。こっからよく見ててください。大丈夫です。そういう停止なった一発。はい。マネージャーさん、現場のマネージャーさんじゃお願いします。こっからよく見ててください。成功させます。はい。あ、はい。マリナさん、これやばいよ、マジで。超ピリピリしてるスタッフ。どうします、大丈夫ですか？本物マネージャーさん。本物マネージャーさん。これさ、伊藤さん、モニターチェックしたところ、ここしか撮ってないから、ちょっと、5分抜きません。5分抜けば大丈夫だと思う。ダメだって、まずいっしょ、もしできなかったら。シャレになんないっすよ。ダメだよ。シャレになんないってマジで。5本5本抜きますよ。いや。まずいでしょ。だって出入り禁止になるよ。できるんですか。抜きますよ。抜きますよ。いいですね。いや、俺は自分から言えない。自分から言えない。自分から言えない。どうしますか。自分から言えない。いや、しない。自分からは言えない。でも抜いてほしい。いい。今葛藤がすごい。俺が言えない。責任俺取るから。俺責任取るから。やるよ。いいね。よし。やめとくんじゃん。やめる。いや、責任取るよ。いい。俺が全部責任取るから。責任取る。
信じて任せて。こっちって分かる気持ち分かってるけど大丈夫だよ。ちょっとこれ直しといて、バレない。大丈夫だって。えこれ散らばして直しといて、これバレるから大丈夫だって、うん、直しといて。俺だって大丈夫だ。戻すんだ。じゃあ始まっちゃう。どうすんの？エスパーさん止めていません。どうすんの？できないから言ってんですよ。うん、大丈夫ですか？エスパーさん。大丈夫なんですか？どうする？追い込んで。バレるから戻しといてよ。絶対絶対バレるかも。違う。自分からは言えない。何？何？早く時間ないんだよ。すげえな。揺れる思いで、ね。ここしか映ってないから。直しな。チェックしたら。下ろすの好きなの。直してます。エスパーさんも直していっております。滑らかにした。頼みますよ。お願いしますよ。俺は…し…俺は知らないって言うことじゃない。俺は知らないって。さあ素晴らしい。もう本当岡村整理して、はい、ちょっと皆さん見てもらったら分かるように、うん、エスパーさんはやらせに手を染めてしまいました。そういうことだよね。でも最後に俺は死って言うたの。俺は知らないぞって言おうとしたけども、うん、途中でもう言葉飲み込んでもたんですね。まあ5分減りましたから。減りました。実際にやっぱりやらせになった。やらせ、生放送でやらせをやるということね。はい、そうです。それはでも最終的にいやって言いましたけど、全部飲み込んで、うん、最初にペットボトル空いてるとこ、こう詰めましたから、うん、手伝ったね。手伝いましたけど、あれは手伝いましたね。そうですね、あれは、はい、こっからどうなんの。さあどうなるでしょう。行きますよ、嘘中継。見てみましょう、どうぞ。はい、まもなく本番でーす。待ってる方がやっても分かんないね。分かんないね。モニターはアルギンさん、モニター来てないです。モニターさあ、ここでですね、まずこれドッキリなんで武道館と繋がるわけがないので、モニターをまず潰します。私、音大丈夫です。こっちとは繋がっても、武道館と繋がることがありますよ。本当ですか？音声さん。さあ、そしてここで、音声さん。イヤモニも潰します。なぜなら、城島さんとの掛け合いもないからです。できない。音声さんは挑戦のことだけにしてください。全部、ありえない。まもなく来ますよ。まもなく来ます。はい、お願いします。そんな状況の方も行きましょう。いや、盛り上がりますよ。成功させましょう。はい、このアナウンサーさんもよく知らない人です。仕掛け人ですからね。来ますよ。嘘生中継です。嘘生中継来ます。7、6、5秒前、4、3、2。はい、武道館の皆さん、私も用意した関東ブロックです。責任でしょ。はい、そうなんですよ。こちらにもフライフリエーターが来てくれていますよ。皆さん、誰か分かりますか？はい、タモリさん、さあどうでしょうか？はい、ビートたけしさんという声も聞こえてきますが、今回はある意味それよりもインパクトの強い方が来てくれています。それでは早速ご紹介しましょう。マラソンを頑張る城島さんのために今日奇跡を起こしてくれるのはこの方です。どうぞ。エスパー伊藤です。はい、ということで大歓声聞こえてきます。はい、嬉しいですね。はい、どうも。表情がちょっと、本日お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、この大歓声を受けて、エスパーさんが今日挑戦するのはこちらです。1分間高速ペットボトル分別です。ずらーっとこちらにペットボトルが並んでいますが、エコの重要性が改めて注目される今、城島さんの年齢43歳にちなんで、ペットボトル43本をたった1分間でキャップとラベル、そしてボトルに分別して捨てるという とっても地球に優しい奇跡に挑戦していただきます。今日の日のためにどれぐらい練習されてきたんですか？約3週間。3週間、みっちりと練習されてきたということで、自信のほどはいかがでしょうか？今日は奇跡を起こします。奇跡を起こします。城島さん頑張ってください。奇跡が噛むのが奇跡。メッセージお願いします。
パワー送ります。せーの、マックスエスパワー注入。直しました。ちょっとなんかね、後ろめたい気持ちがちょっとあの、またたまりが、お疲れのところ本当にありがとうございます。さあということで、スパさん、いよいよ本番ですので、スタンバイをお願いします。はい、集中。ちなみに今回エスパーさんの指示が成功するまで、ロスマスは休憩ポイントを出発することができません。すべてはエスパーさん次第です。分かってて挑戦します。それでは参りましょう、はい、よーい、スタート。はっ、練習した甲斐がありました。よかった、よかった。途中かなり苦しそうな場面もあったんですけれども、いかがですか。ちょびっとただ武道館の皆さんも見ていてくれましたか。はい、武道館の皆様、いやもう本当に素晴らしい挑戦でしたよね。驚きましたんでね、はい、さあこっからお願いしますよ、はい、あ、なるほど、わかりました。では、念のために確認としてペットボトルの本数一緒に数えてみましょう。もうペットボトルがない状態なんですよ。リハーサルの時間違いなく43番ありましたので、すいません、エスパーさんの方もちょっと探してもらっていいですか。もういいや、しっかり閉めよう。では、なんとかエスパーさん奇跡を大成功させたということで、一度武道館にお返しします。ペットボトルが43本が38本って、うん、自然にいなくなるわけない。誰か抜いた、ここ抜いた、抜いてないの。これやらせやった、誰か、この中で。え、こっから早いですよ。5本抜いたやつやらせやぞ。始まりました。おい、5本なくなるの、おかしい。お前か、お前抜いた、5本抜いた、お前か、お
前抜いたんちゃうん、お前やろ、お前ちゃうんかよ。ちょっとエスパーさんの前からちょっと絶対やらせちゃいけない番組だよ。いや犯人探しても今あれやから犯人おるわけや。ちょっと落ち着けってもちょっと全然だよ。お前話すなんで使うんじゃん。おい主役関係ない今の前やろ。エスパーもエスパー止めろ、止めてエスパー、エスパー、エスパでも折れました。ポケッター。ポケッター。折れました。警察呼んで。警察呼んでくれと。警察。警察呼んで。ポケッター。なんで警察沙汰になるの？トラブルによるトラブル。骨折れた。エスパー責任重い。骨折れた。渋い顔してんな。ボケッツだ。ここボケッツだ。ボケッツ。やりすぎ。お芝居やりすぎ。もっともっと。もっとボケッツだ。どうなった？折れた折れた。ボケッツだ。ボケッツだ。もっとボケッツだよ。倒れ静かに落ち着いた方がいい。ボケッツだ。とりあえず。なんか氷持ってきて氷。はい。氷ちょっと救急車も呼んで。はい。救急車も。ちょっとね。ディレクターさん警察呼んでくれってなりましたから。警察救急車。はい。まあ責任感じております。大変ですこれは。遠くから警察来てます。まずいよ。警察ちょっと行ってみて。まずいよ。なんて言ってんのやろ。落ち着こう落ち着こう落ち着こう。大丈夫。ボキッつった。氷は氷。まずいね。ボキッて。責任感じてるでしょ。ボキッてるから。ボキッつった。ボキッつった。さあ、こんなのこんなのどうなるでしょうか。さあ、ディレクターが骨折して、はい、してないですけどね、骨折はね。警察呼んでと、はい、いうところで終わってました。はい、さあ、あの後どうなってるんでしょう。どうぞ。警察だったり。来てますね。早い。早くね。そんな早く来る。これもう1時間しかないの。CM 開けて。尺の関係です。はい、尺の関係です。あ、よかった。ちょっと右にありますね。え、怪我人一人だけって、どうして、どうしてこうなっちゃったの？あの、彼と、あの、彼が、彼誰？あの、彼ですね。ちょっと揉めちゃいまして。揉めたって喧嘩？そうです。あ、喧嘩？喧嘩？喧嘩って何？原因何？あの今ちょっとそこで生放送やってたんですけど、はいはいはい、ちょっとやらせがあったんですよ。言うたそんなこと、はい、やらせってそれあれじゃない、世間的にストレスでどんどんいかないじゃない、はい、そうなんですけど、それでちょっと揉めた、やらせで揉めて喧嘩して怪我したってこと？そうです。いやそんなのとちょっと話がねちょっと変わってくるから、やらせを作った原因の人探さないと。ちょっとね、やらせの方向に向いてきました。警察の仕事だから。はい、警察は、警察やらせ取り締まる仕事じゃないですか。それが原因不明で、その原因不明で喧嘩にならないでしょ。原因があるから喧嘩になる。で、その誰がやったのかちょっと、ね、いや今、原因わからないで放送を行ってたってこと？これそうですね、やらせをしてしまった。さあもうやらせやらせになってきましたよ。誰がやったの？誰がやったか。さあやらせが犯人探しが始まりました。え、警察が？うん、分かんない、分かんないはずないでしょ。だって分かんないはずない。どうするエスパー？エスパー、私がやりました。あ、あなたやったの？ビジ AD が心優しい AD さん、身代わりにスタッフさん。いえ、AD です。AD さんね、はい、好きなんだろう。そういうのってね、一人でできちゃうものなの？そういうの止めるか、止めろ止めろ。これをどうも積みかぶってるよ。他にやらせにかかった方、心が痛い。エスパー、エスパー、違う、君違うぞ。自分の方が大事なのか。違うだろエスパー。いや、あのそんなにすぐにあの逮捕とかそういうことにはならないので、え、大丈夫です。あの皆さん落ち着いて、で皆さんもプロの方なんだと思いますから。なかなかちょっと、うわ、AD さんが全部エスパー。あの今ならあの私もやりましたという、ちょっとお話伺いたいだけなんで。
かばってあげて。あなた一人ってことないでしょう。まあじゃあとりあえず連れて行きましょう。恋しちゃったエディですよ。じゃあちょっとお時間大丈夫ですか。エディさんが連れて行かれる。ちょっと話聞かなきゃいけない。あなたもね、当然来てください。エスパー、エスパー、彼救急車が来るまでこのまま一緒に動かさないでください。あの氷とかあったら冷やしてあげて。エスパー、泣いてる？泣いてる？動いた。言うか。あまり強く当てない。一言。連れて行かれるぞ。見てる。聞きますけど、あの関わってないですか？警察。あなた今やってたなんか。ペットボトルを潰して分別。ペットボトルを潰して分別。あ、ごめんなさい。いや、見てない人には伝われへんよ。それを対面に。それじゃ分からへんよ。はっきり言いなさいよ。やらせはやってない。やらせはやってないですよ。やらせは。あなた知らなかったんですね、そのやらせのことは。エスパー、いや知らなかったらいいです、いいです、いいです。あ、すいません、すいません。いや、おなんですか。なんか、え、本数少ないなと。本数少ないな。本数少ない。え、ちょっとよくわかんないです。どういうことですか。それはよくわかんないですよね。これ年中トレーニングしてるので。年中トレーニングってなんですか。3週間やろ。3週間しかしてへん。やらせは知ってたんですか。なんだ、ちゃんと答えてください。じゃあその時数数えばいい方ですね。いやいや、そうじゃなくて少ない感じです。いや、私の質問に答えてください。反省すると手が後ろに回るタイプですね。あなたはやらせを知ってたの。いや、本数少ないと思ったんだよ。いや、本数少ないとかそんな聞いてないんですよ今。やらせをということを知っててやったんですか。はい、手を挙げていいですか。すいません。あ、マネージャーさんが、エスパーさんがどうしてもって言うんで、僕がペットボトルを5本抜きました。あなたが抜いた。あなたがやらせをやったってこと。エスパーさんがどうしてもって言うんで。エスパーさんって誰。エスパーさん、昔エスパーさん、エスパーさん、エスパーさんが何。どうしてもって言うんで、ペットボトルを5本抜きました。あ、本数抜けって言ったの。どうしてもって言うんで。本当はやりたくなかったんですよ。あ、じゃああなたやらせ知っててやったってこと、これ。エスパー、いや、やったやらせ知っててやったんですか。やらせ知ってます。知ってたもん。エスパーさんに言われたらもうどうにもなんなくてやってしまいました。いや、なんで黙ってたの今まで。この子関係ないんですか。じゃあ、いや、やらせのこと知っててやった、これが一番の罪だからね。はい、いや、あの彼女は全く関係ない。なんで言わないの、それ最初。言わないのかな。関係ない。わかりました。話聞きましょうか。8時45分。はい、8時45分。ちょっとすいません、ちょっと逃亡の可能性あるかもしれないから。団長、ちょっとこれやらせで手錠を。やらせで逮捕です。逮捕されたありえないですよ。逮捕された。終わりました。ちょっと話聞きますから来てください。エスパーさん、彼女ごめんなさい。エスパーさん、手伝い、手伝いよ。エスパーさん、エスパー、エスパーさん、やらせで逮捕です。救急車来てへんねん。折れてないんでね。折れてないんで。さあ、やらせでね、結婚されたエスパーさん、うん、そうですね、どこに連れて行かれたんでしょうか。どこ、ね、いやー、あ、もうマスコミが集まってますね。あ、マスコミ、マスコミが集まってますね。来ました来ました。来た来た。
ます。さあそして告知です。めちゃイケの秋地いよいよ明日まで。明日まで書いた。しゃっかりと告知しました。カオンでございます。ありがとうございました。無事終わりました。いや、これバラしてあげないと。チャチャラチャチャラチャチャラ。エスパーさんに本来のドッキリなら最後にあのドッキリでしたって言ってお知らせして終わるんですけども、あのもうええかなと思いまして。やったー。いいよいいよ、それはやらないと。いいでしょ、バラさんのエスパーさん。チャチャラあっての勘でしょうよ。やっぱりあのやっぱり自分から名乗り出て欲しかったじゃないですか。そうですよ、僕がやりましたって言ってくれないから、ちょっともうちょっと長い期間反省してもらおうかなと思います。いやだから、まさか目線そらして顔がこっちに向いたもんね。現実に、ね、新しいでしょ。現実に戻してあげないとまずいでしょ。新しいと思いますよ。これはもうだからドッキリやって赤さんまま終わっていくという。新しい。そうやったんかっていうリアクションがあってドッキリじゃないの。結局ね、エスパーさんってドッキリでしたって、うん、あれ見てもらったら分かるようにそんなにリアクションしないんですよ多分。言葉薄いな、薄いやつな。ウェーああしか言わないのでもうこれでこれでもうおしまいと。でもいや、エスパーさんはまだやらせて逮捕されたと思ってるのね。そうですね、ずっと思ってます。あの車はまだ走ってるんですか。あの車はこのままずっとちょっと走り続けます。ドライブ。そしてこの後、ね、この後エスパーさんどうなるんだろうとすごい気になる方おられると思いますけども、そう気になってる方はいろいろと検索してみてください。検索していただくとあの後のエスパーさんがどこに行くのか、そしてどうなるのかっていうの分かりますので、検索の方一つよろしくお願いいたします。なんかごめんね、モーニング娘。ごめんなさいね、なんかね、でもまあ、楽しんでくれたり、めちゃくちゃ笑いました。ありがとうございます、本当に、はい。めちゃイケ生放送ここで終わりということになりました。ありがとうございました。どうしても気になる方は検索してください。めちゃイケはこの辺で。